はい今回は令和の野党共闘の考えや泉房穂さんと山本太郎さんの今後について憶測してお伝えしていこうと思います今回もよろしくお願いいたしますまあ、最初にお伝えしますが僕はですねまあ、令和山本太郎さん応援してますで、泉房穂さんっていう方もね、これからの日本をま再生していくとても大切な方だと思っているので えー、ちょっとと、ね、難しいところもあるんですよで山本太郎さんと泉房穂さんは山本太郎さんが以前にお会いした面識がある、えーま、っていうことをおっしゃっていたんですがでその多分ですねリスナー様も見られてらっしゃるんじゃないかと思うんですがこの泉房穂さんの、ま、発言とか、えー、動画とかがあって、ま、僕も、ね、気になって見てるんですが。 うんちょっと気になるところがあるんですよ。ただ別にね、えー、そ,れそれをどうのこうのとかっていうことではないんで、まあ、最後まで聞いていただいて、えー、何かご意見がありましたらあ、まあね、コメント欄に書いて教えていただけると、僕もあの勉強をしようと思うので、えー、よろしくお願いいたします、えー。いくつかですね、今回は内容がありまして、まあ、令和の野党共闘っていう話ですね。でこののの消費税に関しての、まあ、いわゆる令和の、まあ、考え方と この泉房穂さんの考え方、まあ、そこらへんをです、ね、いろんな角度から考えていこうと思います。えー、少し前にですね高井幹事長もおっしゃっていて、櫛渕真理さんもおっしゃっているんですが、令和の足元といいますか、根本的に考えてみる方針がですね消費税廃止なわけですね。 だこの消費税廃止、ないしは消費税、まあ、減税、そのスローガンがない限りえ、令和は野党共闘には合意しないと、高井幹事長もそのお考え、え串渕真理さんもそのお考え、過去にですねえ、まあ、そんなデタラメなニュースが出ましたけど、串渕真理さんがそれっていうのは要望書を受け取っただけっていうことをおっしゃってるんで、令和は消費税廃止、消費税減税がなければ、野党共闘には合意しないんですよ。で過去にですね、えー、立憲民主党のデタラメがね、本当にひどいなと思うんですが、 立憲民主党は過去に消費税5%に合意したんですが、選挙後に手のひらをひっくり返してですね、今後、もう消費税減税はもうしないとほざいたんですよ。消費税減税は間違いだったってね。うん、立憲民主党が間違えてるわって、訳が分かんねえって僕は思いますけど。 うん、まあね、えー、まあ山本太郎さんと泉房夫さんについてはまあそのね、えー、リ,スリーとか全くないんですが本当にこの立憲民主党っていうのはね、えー、もう頭にくるなと思うんですよいうことをどん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 変えてでこのほんとえー、選挙後に消費税減税は間違いだったってもうふざけるなよって。うん でやっぱり思うんですよ、僕も思うし、まあリ、リスナー様も思うと思うんですが、理想としては、ですね令和、山本太郎さんの単独政権がいいなと思うんですが、やはりちょっと現実的に時間がかかる、いつになるか分からないって、その厳しさ、あと、ですねそこまで日本国民の生活が持ちこたえられない、日本経済があもう循環していけなくなるんじゃないかと。 でその際に、やはり野党の塊とか野党共闘というのが必要なんですが、絶対そこで譲ってはいけないのが消費税廃止、消費税減税なわけですね。で、山本太郎さんがおっしゃってるように、令和を中心とした野党共闘、野党の塊になるには、令和の議席数、今8をですね20ぐらいに増やす、それが一番の最優先課題であるということをおっしゃってるわけですね。 で高井幹事長がです、ね、おっしゃってる話の中にです、ね、まあ、立憲の中にも消費税、まあ、減税派っていうのがいるんで、その議員をうまく取り込んで、まあ、その共闘派に行こうとしてるのか、ちょっとそこら辺は分からないんですが、まあ、高井幹事長ってものすごく頭がいい方なんで、何かしらお考えがあると思いますし、まあ、令和と、まあ、僕たち日本国民とより良い日本、過ごしやすい日本、経済的負担が減る日本、その日本になってもらいたいと思うんで。 こののの高井幹事長の何かししらおお考えに期待しております。そしてですね、ここから泉房穂さんのことを考えていくんですが、まあ、僕もですね、泉房穂さんのことが気になるんで、まあ、動画とか、あとご本人の SNS とかっていうのを見て、いろいろ思うことがあるんですが、泉房穂さんはこのようにおっしゃってるわけですよ。 消費税に関して生活必需品だけ0%にするって言ってるわけですね。まあ、それ以外にも言ってるのかもしれませんが、僕はいくつか調べた中で泉房夫さんはそのようにおっしゃっておりました。えー、当然ですね、これでも僕たち国民には十分恩恵が受けられるんですよ。あものの例えでよく出てきますが、 世界の,、まあその消費税っていう,、まあ、そう、そういう付加価値税とかそういったものの立て付けはどうなっているのかっていうと、生活必需品と例えばですね、ダイヤモンドとかっていうのは全然税率が違うんですよ。世界各国っていうのは、その生活必需品には消費税はゼロ、で、そのダイヤモンドとか、あそういったものには高く、まあ、ついてるって、そういったことなんですね。 でまあ、僕もリスナー様も、例えばこういうふうに思われるかもしれません。消費税、生活必需品にね、なくなったらいいなと、そう思います。別にそのことについては全く異議異論はありません。国民の個人消費にとってはそれでいいと思います。しかし、山本太郎さんは多分違うことを思っていると思います。当然、そのことも思ってますが、別のことを思っていると思うんですよ。そう思う根拠があるんですよ。山本太郎さんがいつもね、えまあ、 動画とかになっている内容で見て思うことなんですが、よく山本太郎さん、このようなことをおっしゃってます。まあ、リスナーさんも聞いたことあると思いますが、日本は誰が支えているのかっていう話ですね。90%以上の中小企業が日本を支えているわけですよ。その今、日本の中小企業が、えー、ね、バン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 倒産しているわけですよ。中小企業の倒産の大きな原因となっているものが消費税なんですね。 消費税っていうのは赤字黒字にかかわらず納税の義務がありましてそちらの資金繰りがどうにもならず消費,消費税を払えないということで中小企業がどん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 倒産していると山本太郎さんはこのことを多分考えて、まあ、いらっしゃると思いますなぜかっていうと消費税の悪い点というのはいくつもあるんですよその個人消費の、ねまあ、抑止になってしまうということだからまあ消費税をなくそうっていうのもありますあとですねインボイス制度っていうのもそうじゃないですか あれも消費税ですよね。えー、免税事業者1年間で、えー、売上高が1000万未満の方の、ねえー、そ,その方たちに対する実質の消費税増税、えー、中小企業も消費税のことがあって、えー、倒産するということなんですよ。日本の屋台骨である中小企業の倒産に関係している消費税なんですが泉房穂さんはここの部分に触れないんですね。 もしかしたら同じことを思っているのかもしれない。だから例えば、えー、日本国民の個人消費に関しての点で消費税をゼロにする。しかし、えーあのー、生活必需品にということを限定して言うということは、それ以外のことにはしないとも取れるんですよ。だそうなってくると、例えば僕もリスナー様も思っていらっしゃると思いますが、インボイス制度っての、ね、はいらないわけですよ。どうにかこうにかしてやめないといけないわけですよ。日本国民の、ね、経済活動を阻害するから。 イインボイス制度ねあと何としてでもこの中小企業の倒産を、えーねえー、止めなければもう社会不安社会混乱を招くわけですよそういったことにちょっと泉房夫さ,さんが触れないのが僕はちょっと気になるんですよ気になるっていうか疑問なんですね。 何をどういったお考えを持ってるのかっていうのは分からないから。うん、で、別にさっき言いましたけど、別にそれをどうのこうのそれ以上分からないんで言わないですけど、僕はそれに関しては結構気になるということなんですね。で、例えばですね、えー、じゃ僕がそういう話をすると、なんかちょっとね、よく分かりづらくて申し訳ないなと思うんで、こういうことなんですよね。まあ、某ね、えー、有名なあ、ね、あの車の会社、トヨタってありますが、トヨタとか輸出大企業っていうのは、 あの年間で1兆円を超える、えー、まあそういった、あまあどこまでか分かりませんが、還付金があるってことなんで、トヨタっていうのは、なんとなくいいイメージがあるかもしれませんが、消費税の恩恵をもろ受けてんですね、うんえー、外国に、えー、まあその輸出するということで、えー、その還付金、えー、戻し金っていうものを得てるんで、トヨタっていうのは言ってしまえば、消費税の恩恵を受けてるんですよ。 しかし、消費税はあ、ね、日本の中小企業の、先ほど言ったように、黒字でも赤字でも納税しないといけないということで、中小企業の経営を圧迫してるっていう事実があるんですよ。だここに泉さんは触れないんで、僕は疑問なんですね。で、どういうことになるのかっていうと、このままいくと、日本の中小企業、どん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 倒産していくんですよ。 でさらに、ちょっと難しいことを言えば、ですねここの問題が解消できなければ、日本国内の中小企業倒産、廃業から、ですね日本国内の生産能力が減る、供給能力が減る、つまり日本がですね国際,競国際競争力を失うっていうことなんですよ、でさらに日本経済が衰退すると、円安も進むっていう、そういったことがあるんですね。 ここまで考えて、やっぱり消費税廃止なんですよ。消費税廃止をしないといけないと。多分、令和の方針はここにあるんじゃないかと僕は思ってるんですね。あの山本太郎さんもそうですし、櫛渕真理さんもそうですし、大石昭子さんもそうですが、みんなすごく頭がいいわけですよ。こういうことを勉強しているわけですよ。いろんなことを勉強されていると思い,思いますが、そう思ってるんで、やはりその日本国内の経済循環を良くする方法は消費税廃止。だから、 国民の生活必需品だけ消費税ゼロにしてもダメなんですよ消費税をなくさなければインボイス制度をなくさなければ日本の中小企業を助けなければもうどうにもならない今状態にはは入ってきてるとそういうふうに思ってる人っていうのがいるんですねでおそらくそう思ってるのが山本太郎さんあるいは令和の議員の方々なんですがここの部分に関して泉さんは触れませんよね別に僕は泉さん嫌いじゃないですよあの誤解されないようにあのお伝えすると。 これからの日本の再生に泉さんというのは必要な方だと思ってるんですが、ここの部分に触れないのが全くちょっと疑問なんですよ。で、えー、ここに触れないってことは、多分山本太郎さんは、その消費税廃止の議論に関して、泉房夫さんと同意しかねるんじゃないかと思うんですよね。僕は調べて考えて、そういうふうに思ってます。ちょっと疑問があるなって思ってます。 でここからは、ちょっとこの消費税の話っていうことで、皆さんもご存知でいらっしゃるかもしれませんが、まあ、令和の女性議員ですね、今まで国会で、まあこのものすごくストレートに素晴らしいことを消費税の件について触れたっていうことをね、お伝えしていきます。がこここういったことがあるからこの 消費税の例えば立憲民主党のでたらめとかは許せないですしもしも泉さんがその生活必需品にだけと限定した場合はちょっとどうかなと思うっていうそういった僕の解釈です。 櫛渕磨理さんですね、過去にこのようなことをおっしゃってました、世界情勢でですね有事等もあり、日本はですね日用品、生活必需品の物価がどん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 上がっているのに、えー、岸田に対して消費税を下げないんですかっていうのを聞いて、まあ、岸田は下げないって言ったんで、その岸田に対して鬼と呼びますって、消費税の減税を考えないものを鬼と呼ぶと、本当にだからこの櫛渕磨理さんのおっしゃってる、ね、本当に国民目線なわけじゃないですか。 うん、っていうのがまず1点ですね。で、今度、大石昭子さんもおっしゃってるわけですね。岸田に消費税は減税しないのかと、まあ、聞いたところですね。岸田が減税を考えてない。社会保障の財源として重要。出ました。お決まりのでたらめ。うん、大石昭子さんもこれに、えー、言ってます。消費税って社会保障の財源じゃないですからね。消費税って社会保障のほとんど使われてないんですよ。使われても1%もないとほんの微々たるもの。うん。他は何かっていうと。 え大企業の法人税の穴埋め、え輸出大企業の還付金に充てていると、えー、大石あ子さんはこのようにお,おっしゃいました。消費税を社会保障の財源としている、でたらめです。法人税減税は資本家の安定財源になっている、すべて大石あ子さんも分かっている。岸田に対して、えー、言ったんですね。鬼というあだ名以外に、資本家の犬、財務省の犬。 実際こういうふうに国会でおっしゃったんですよ。こういうことを言うと表現が悪いとかっていうんですよ。こう言わなきゃ伝わらないんですよ。そのわずかの、ね、特に令和の方っていうのは、発言する時間が短いんで、その時間の中で精一杯そい話すとして言ってらこういうね、ある程度の言葉を言っていかないと伝わらないんですよ。で、大石あ子さんは、その後にとに、まあ、続いて、まあ、言葉をおっしゃってるんですが、総理を鬼と呼ぶ、資本家の犬、財務省の犬と呼ぶ。 しかし、飼い主は間違えてはいけないと、国民なんですよ、国民目線ということで言って、えー、くれてるわけですよ、大石明子さんもね。で、有権者の、まあ、皆さんに、えー、言いたいことがあると、30年以上、日本を衰退させてきた原因は自民党にある、これを変えないといけないということで、うん、選挙で自民党の議席数を減らし、公明党の議席数を減らし、維新と国民民主の議席数を減らす。 まあ、飼い主の皆さん分からせてやってください選挙でってだから、ね、日本国民が有権者が日本を決めるっていうことです。 そういったことを言っていると。だから、ここら辺も、やっぱり山本太郎さん、大石明子さん、櫛渕真理さんとですね、えー、泉房夫さ,さんの消費税に関する考え方にちょっと、かなりの温度差っていうか、があるんじゃないかと、まあ、僕はあの皆さんと同じ、一緒に動画を見てますから、まあそういうリサーチもありますし、どういうようなことなのかなって思うっていう、まあ素朴な疑問なんでね、うん、分からないので、分かる方がいたら、あのぜひコメント欄で教えていただきたいと思います。で 消費税の73%を法人税に充てられてるっていう、そういったパネルを使うなっていうことも言われてるんで、本当ってことじゃないですか。うん、だから、嘘なんですよ。嘘なんですよっていうのは、消費税をね、社会保障に使ってないわけですよ。消費税の73%は法人税に充ててるって、ふざけてますから、国民にでたらめをずっと言い続けてね。うん、だから、国民が思うんですよ。消費税をねね廃止したらしあ、ね あのなんだろう、社会保障のお金がなくなるとか、なくなりませんから、もともと使ってないんだから、うんでえー、こういうふうにして、日本国民から幅広くね、もともとはなかった消費税を3%、5%、8%、10%、そしてこれからもですね、えー、最終的に19%まで上げようと、もうどうかしてるとしか思えませんけど、うんで、そうやって国民からあ、ねえー、吸い上げた消費税をどうするのかって言ったら、大企業、経団連、経済同友会に回してるんですよ。 うん、ふざけてるっていうことを令和の議員は国会の中で声を上げて言っていただいてるわけですよ。うん、だからこういうあの令和の、まあ、こだわりですよね消費税廃止っていったもので山本太郎さんも野党共闘の話が、まあ、出るたびにこの消費税廃止とかそういったことで足並みが揃わないことがあるっていうことをおっしゃってるわけですよ。なぜかというと令和が一番大切にしてるものが消費税廃止だから。 だからもし野党共闘、あるいは野党の塊になる、あるいはですね泉さんと、ね、何かしら一緒にされるんだったら、そのスローガンには、消費税廃止が入らなければだめなんですよ、そうしなければ、この令和の山本太郎さん、大石昭子さん、櫛渕真理さん、他の高井幹事長もそうですが、うんと言わないはずですよ、うん、それほどまでに真剣にこの消費税っていうね、悪性です、これを考えていらっしゃるんですよ、令和の議員の方。 いうかこの消費税のことがもうねどうにかならなければ、日本国民の生活も持たないし、でここは泉さんはいいことをおっしゃってるんですよ、令和と同じことをおっしゃってるんですよ。で、その後今度、インボイス制度で国民の経済活動のまあその継続はできなくなる、だと仕事をなくすっていうそういった問題もある、日本の中小企業の倒産が止まらない、そのように思うということです。で 最後にお伝えしますが泉房穂さ,さんというのは、えー、皆さんもご存知で、えー、いらっしゃるように明石をまあね、えー、も明石の元市長で、えー、明石をですね子育てとかあるいは赤石っていう町を、まあ、再生したあの素晴らしい方なんで当然ですねこれからの日本の、まあ、そういったものに必要な方なんですが。 まあここら辺の考え方の食い違いっていうのが、令和の足元の考えとちょっと合わないような気がするのかなと思うんですよ。だから、ちょっとね、うまく言えないんですが、皆さんもお考えはいろいろあると思います。僕も思うところっていうのは、いろいろあります。理想を言えば、令和新選組、山本太郎さん、内閣総理大臣、単独でいければいいなと思うんですが、 いいつにななるかかわらない時間がそんんななにないんですよでそこまで多分日本国民の経済、えー、あるいはですね日本経済持たないんですよねだからそうなってくるとどうしてもやっぱりあの野党共闘ということが必要なんですがその際には消費税廃止消費税減税というそのスローガンが入らなければ、うん、無理でしょうし。 あの泉房さんがおっしゃってる、その休眠内閣っていうね、そのお考えも素晴らしいと思いますが、そ,それをするんであれば、そこには令和の存在っていうのは絶対に必要なはずなんですよ。ただ、この消費税の件でどうなるのかっていうのがわからないところがあります。別に最初からわからないと諦めたわけではなく、動画を見て、いろんなものをリサーチして、まあ、僕にはこれぐらいしかわからないので。 もし誰かわかる方がいたらコメント欄に書いていただければ、えー、まあ勉強させていただきたいと思いますので、えー、よろしくお願いいたします。おそらくリ,リスナー様がですね、この話ものすごく多くの方が関心を持っていらっしゃると思うので、えー、一応僕にわかる限りお伝えできる限り考えてお伝えさせていただきました。今回はここで終わります。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。失礼いたします。